継続的な統合病院として動いていただけるように長考えがあれば。何の質問か全くわからないんですけど、要望に行くとどうなるというふうに思ってらっしゃるんですか。財源の不足額に対して交付されるのは普通交付税です。私が言ってるのは特別交付税。じゃあ秋田方は大変なんだねって交付税が増えたりは絶対にしません。そんな特別扱いがあるわけないじゃないですか。一応39件。はい、休憩とさせていただき、ちょっと質疑。成人支援事業を1名から2名増員し、でかなりいろいろな方まで健康管理の力を入れると説明ございますが、もう少しちょっとお聞かせください。はい、中村課長。成人支援事業費が約600万円増額として組ませていただいておりますが、この主なものは先ほど申し上げましたように、保健師を1名から2名に増員をし、事業の方を拡大していきたいと考えております。具体的にはですね、各町に各町の文化センターで、毎月1回ずつは新しい健康教室を実施したいと考えております。それに加えまして、今まで実施している健康届隊教室も今年度60回程度の実績になるかと思いますが、来年度は100回を目指して現在計画をしております。以上です。他に質疑はありますか。はい、山根委員。介護予防の件で600万円上げてられるということですけど、先ほども委員からの質問ありましたけど、別の方角からこれを、介護予防ここに行かれる方っていうのはどういう方が行かれるか、ということ、それと、会費がいるのかっていうのをお聞きします。はい、中村課長。はい、新しい健康教室の対象者でございますが、今考えておりますのは元気教室、元気教室に行かれない方、より介護度を、失礼しました、運動量を上げた体操等を実施しますので、より体力のある方、お元気な方を対象とした 教室にしたいと考えております。で、利用料としましては今のところ自己負担は考えておりません。以上です。はい、山根委員。はい、元気教室に行かれない方でより元気な方、なかなか行かれる方にとっては誰が行かれるのと言われるように、ちょっと説明が聞いてて難しいと思うんですけど、どのようにそこのところは皆さんに聞いていただくようにされるんですか。分かりやすく言いますと、もう一度お願いいたします。利用者 の分類って言ったら失礼ですけど、どのような方を求めていらっしゃるのか、ちょっとよりお元気な方いうのでは行かれる方の方が私行かれるのということになると思いますけれども、そこについてはこういう方指名というか、そういうものがあるのかどうか、または現役教室に行かれてた方の中からお声かけしているというようなことであればもっと分かりやすいと思いますが、使われる方が分かりやすくというのはどういうふうにされているのかお聞きします。はい、中村課長。はい、元気教室、実は元気教室に来られている方も実は来ていただいても大丈夫です。と言いますのは、地域に開いた介護予防教室という形で位置づけたいと考えております。ただ運動量強度をですね、元気教室に比べたら上げていきたいと考えてますので、なかなか元気教室の方が全員の方が全てこの新しい教室の運動が可能かどうかというのは
今のところちょっと不安には思っております。ですけど元気な方をより元気になっていただくための教室ということでご理解いただけますでしょうか。はい、山根委員。理解ちょっと難しいんですけど、元気教室に行かれてた方も来られてもいいということでいいんですね。はい、引き続き、はい、山根委員よろしいですか。はい、この6年度予算ですね、103ページです。18節の負担金補助及び交付金についてなんですが、6年度予算においても、病院が行う事業負担金の予算、は昨年と同額です。1億900万円。これはですね、先日も特別交付税というものを利用されてという話をしたんですけれども、昨年にもこのことについて救急告知病院及び休日夜間救急診療所は構造的な赤字体質であるとずっと言われてきておりますが、それに対する、対応というものを、昨年3月には その時の副所見部長が公的中間病院として位置づけられる吉田総合病院に対しては特別交付税の支援体制の活用を現在検討しているという答弁をいただいております。それについて、特別交付税というものはなかなか動きが遅いので、これまでに福祉保健部の中でご協議されてきた検討されてきた経緯があるかどうか、担当部にお聞きいたします。委員長、お二課長、特別交付税の件で、回答させていただきます。夜間、救急夜間、先ほど言われましたので、救急告知病院の負担金については特別交付税の基礎通知として、現在、報告をしておるというところになります。以上です。はい、山根委員。昨日はそういうお答えがなかったと思うんですけれども、はい、担当課に検討をされてたかどうかというのをお聞きしたいと思います。はい、井上部長。はい、吉田病院につきましてはですね、本市唯一の総合病院でありますので貴重な社会資源であるというふうに考えております。特別交付税の算定につきましては先ほど財政官の方で、お答えいただいた通りなんですけれども、吉田総合病院に対しましては過去にも医療機器の購入等に対して補助を出した経緯はございます。ただその財源につきましては特別交付税の対象となっておりませんので、すべてが端子または記載で、財源を充当しているということでございます。補助金の算定につきましてはですね、今後妥当性を十分に精査した上で対応を考えていきたいというふうに考えております。以上です。はい、他に質疑はありませんか。はい、山根委員。特別交付税に対して申し上げるのは、市も大変財政が厳しい、それについては理解しております。でその中でですね、特別交付税を何積み上げられたのは、昨日聞いたところによると地域協力隊、有害鳥獣、交通関係というお答えをいただきました。でその流れの中でですね、特別交付税というものを、国に対して市町が直接要望に行かれているのを知ったからです。2024年にこの1月か12月ぐらいだと思いますけれども、県内でも府中市、呉市、三原市、尾道市、世羅町と5自治体が、特別交付税の要望書を持って、行かれております。その使い道としては府中市は公立病院の運営支援で、尾道は病院事業、田島その他の市町は、
災害対応とか子育て支援等、限られておりますけれども、まあ、あの自治体の首長がですね、直接この時は広島県選挙区の参議院議員のところに、申出て、要望書を手渡して、出しているということもされておりました。あ、まあ、あの吉田病院についてはマスタープランにおいても、昨年3月には市長自らマスタープランに記されている通り、病院の在り方については考えているというお答えだったと思います。はい、あの自治適正化計画においても都市機能誘導区域に誘導する施設として医療機能として総合病院が設定されている現状機能を維持することが大切だということでございますので、まあ、しっかりと今後に向けてあの支援、引き続き継続的な総合病院として動いていただけるようにと思いますが、市長またこれについてのお考えがあればお聞きします。はい、石丸市長。何の質問か全くわからないんですけど、先ほど三原が特別交付税に関して要望に行かれたとおっしゃったんですが、要望に行くとどうなるというふうに思ってらっしゃるんですか。まずそれを教えてください。はい、山田委員。まずあのどうしてこの 5自治体が要望に行かれたか、特別交付税というものについて の使い、要望をされてさらに行かれたということです。まあ、特別交付税がどのような形で決まっていくかは分かりませんけれども、年に2回、1月と3月でしたかね、総務大臣でしたか、決められるということで決定されるということですので、少しでも市の財政厳しいのであれば、そういう要望もすることによって財政的に、負担が減るのではないかと思って申し上げております。はい、石丸市長。あの私が確認したかったのは、要望するとどうなるというふうにご認識なんですか。それを教えてください。はい、山根委員。要望するとどうなるか、そこのところは、まあ、私から申せることではないと思いますが、要望される自治体があるということが意味しているものではないかと思います。はい、石丸市長。では最初の答弁に戻るんですが、山根議員は交付税というものの仕組みを分からずして理解せずして質問されているというのがよくよく伝わってきました。あの勉強してからここに来るようにした方がいいと思います。何期も議員としてやってきて今その状態というのは破滅的に問題ですよ。ほとんどの議員の方は認識あると信じたいんですが、交付税は要望してもらうものではありません。昨日から部長課長が言ってる通り、項目があってそれに該当するか否か機械的に決まります。デジタルです。そこに気持ちとかですね入り込まないんですね。入り込んだら大変ですよ、行政システムが。じゃあ何のために要望に行ったのか、ここがね皆さん分かってないんですよ。補助金と勘違いしてるんでしょ。まあ補助金もあの思い込まれてるのとちょっと違うんですが、あくまで交付税の対象となるメニューを変えてほしいという、そういう要望陳情です。私も実際そのような話を、国交省でしたっけ、とかに、この1年の間にしてきています。国交省に直ちに要望したから、じゃあ飽きた方は大変なんだねって交付税が増えたりは絶対にしません。そんな特別扱いがあるわけないじゃないですか。あると思ってたんですか。正しい認識を持ちましょう。出なければ判断を間違い続けます。はい、山根委員。正しい認識と言われますが、地方交付税のことを市長は言われていると思います。地方交付税の中でもそうですね、普通交付税、それは市長が言われるように、全国一律の基準により算定された財政財源の不足額に対して交付されるのは普通交付税です。
今私が言っているのは特別交付税、これはそれこそ私地域公式協力隊が入っていることにんと思うんですけど、災害などの特別の財政事業に対して交付されるのが特別交付税。本当に困った時、そういう特別交付税に対して、国に向けて要望をしていくことで、解決に向けて少しでもですね財政的な負担を少なくすることができるために、これかなりの額がいつも国から出ております。1兆何千億円っていうものが動きます。でこれ毎年度2回行われ、第1回目は12月中、第2回目は3月中に行われるということです。一応3時休憩、はい、今暫時休憩という発言ありましたので、休憩とさせていただきたいと思います。ちょっと質疑、はい、休憩を閉じて、再開いたします。ただいまの休憩中、矢部根議員の質疑に対する、執行部との噛み合わない部分を特別交付金の中身に対して特別交付金の整理をさせていただきました。では改めて、他に質疑はありませんでしょうか。質疑なしと認め、これをもって健康長寿化にかかる質疑を終了します。